モンブランのクレバスを行く登山者たち登山するアンシス。GRN フランス。エギー・ユデュ・ミリの尾根を行く登山者たち日本の白馬大雪系の上部を登る大勢の登山者たち夏に低山をガイドされつつ登る行きマニアたち。周りは樹木が生い茂っている。登山は山に登ることに楽しみを求め、登ること自体を目的とすること。そのようなスポーツ。 登山は山に登ることではある。だが、登山は登山そのものを目的とし、そこに最大の喜びを見出し、自分の人生に活かしてゆくことである。山菜や動物を採集したり、地質調査のため等々のために山に入って、そこを登ることは、登山自体を目的としておらず、異なっている。狩猟や信仰のための登山は、古くから行われているが、これらは、 強敵な意味での登山からは除外される。山頂から景色を眺めることがしたくて、登山をしたという強敵な意味の登山へとつながる登山をした最初の記録はイタリアのペトラルカのものである。歴史山に登ることそのものを目的とする登山とその思想が18世紀後半のヨーロッパで始まった。この意味での登山はスポーツの一種とされる。A. アルピニズムは講義には 登山全体を指すが、特に近代登山とその思想を指す。18世紀後半を始まりとする、近代登山は、山に登ること自体に喜びを見出し、登山が精神や肉体に与えるものを重視し、人生の潤いとすることを目的とする。アルピニズムはまた、登山の知識と技術を総合的に養い、全人格的に山に対していこうとする思想でもある。 登るという行為以外に目的がない点で、近代登山はスポーツの一種であり、この点において宗教的な登山や戦争、狩猟、測量、研究などのための登山と異なっている。日本では戦後に登山者が増加した。高年齢の登山者や女性も多くなり、登山は野外スポーツとして定着しているとされるが、遭難の続発は社会問題となっている。 近代登山が始まる以前の段階から解説する。山を登るということは、戦死時代から行われていたようである。イタリアとオーストリアの国境にて、約5300年前の男性のミイラであるアイスマンがエッツ渓谷で発見された。アイスマンがここまで登った理由は不明であるが、山に登ったことは確かである。他にも、資料などでも登山は行われていたが、 これらは、今日の登山とは除外される。また、多くの宗教で、山は、崇拝や、信仰の対象とされ、神そのものであるとされる場合もあったことから、様々な聖典や伝説で登山が記録されている。中世以前アルプス山脈を超えるハンニバルの軍前218年、ハンニバルは、第二次ポエニ戦争において、6万人の兵と37頭の像と共に、 ピルネーやアルプスの山脈を越えたとされている。125年にローマ帝国のハドリアヌス帝は朝日を見るためにエトナ火山に登った。ルネサンス期から18世紀前半ヨーロッパ近代の精神が山に登ることそのものに喜びを生み出す近代登山に道を開いた。イタリアの詩人ペトラルカがその先駆けとなった。1336年、ペトラルカは フランス南部のアビニョン近郊のモンバントゥに登った。これが山頂からの眺望を得るために登山をした最初の記録とされる。その後ペトラルカはこの時の旅程を友人に手紙に書き留めて送っている。このことからペトラルカは登山の父と呼ばれ、この日を登山の生まれた日としている。これは文化視野のヤーコップ・ブルクハルトのイタリアルネサンスの文化の中で紹介されている。 旅の途中での必然的な山越えではなく、山に登ること自体を目的として試みられた近代最初の出来事である。ルネサンスの始まりとともに、趣味やスポーツとしての登山が行われるようになった。また、測量目的の登山も行われるようになり、フランスオーシャルル八世が1492年にエギー・ユさんの登頂を命じたのは、この半疇に入る。レオナルド・ダヴィンチは、 バルセシア郊外の雪山に登り、様々な実験や観察を行った。16世紀には、スイスのチューリッヒを中心に登山を賞賛する動きがあり、コンラット・ゲスナーとジョシアス・シムラーが、たびたび登山を行っていたことが記録されている。二人は、ロープとピッケルを使ったが、一般には広まらなかった。17世紀のヨーロッパには登山の記録が全く、残されていない。 近代登山の始まりモンブランを見つめる MG パカールの像 J バルマと HB でソシュールの像18世紀後半アルプス最高峰のモンブラン登頂が達成されたことが近代的登山の幕開けとなった1760年自然科学者オラスベネディクトドソシュールがシャモニーを訪れモンブラン初登頂を成し遂げた者に賞金を出すと宣言し それに応える形で1786年にミシェル・ガブリエル・パカール及びジャック・バルマが登頂に成功した。アルプス黄金時代19世紀に入ってヨーロッパアルプスの登山は盛んになった。特にイギリス人によってアルプス黄金時代がもたらされ登山技術の面でも急激な進歩があった。マッターホルーンは従来登ることが不可能とみなされていたが、 1865年7月14日にエドワード・ウィンパーが登場に成功した。1857年には世界で最初の登山団体となるイギリス山岳会が設立された。1854年のベッターホルン初登場から1865年のマッターホルン初登場までをアルプス黄金時代と呼ぶ。アルプス銀の時代アルプス黄金時代の間に、 アルプス山脈の4000メートル級の峰が登り尽くされ、未登校がなくなると、岸壁や川漁などからの登山といったより、困難なルートからの登頂や、陶器登山、案内人をつけない登山などが行われるようになった。その背景には、より困難なルートからの登山を提唱したママリーの思想があり、これがママリズムとして、近代のアルピニズムの主な思想となった。 新しい山を求めてカフカス、アンデスなどにも目が向けられ始めた。1865年のウィンパーによるマッターホルン登頂から1882年のダンデュー、ジュアン発登頂までをアルプスミンの時代と呼ぶ。銀の時代以後登山のメッカ、ヒマラヤ連邦のアンナプルナスリーボン世界最高峰のエベレストが有名である。赤岳山頂の登山者日本においては、 717年に大長王将が解散した白山701年に越中国国士の息子有頼が解散した立山など宗教にまつわり山を開いたとする解散演技が残っている。宮古吉家の富士山記に富士山町の様子の記述がある。鎌倉時代、室町時代以降も北海道を除く。 全国各地の山岳寺院に所属する山伏による山岳修行が成功し、各山地の大根道をメインルートとした入部修行登山の記録が残されている。最も記録が多く残されているのは、T 半島の大峰山脈役で、東北では、羽黒山、ガス山、関東では、日光、丹沢、中部地方の富士山、九州では、彦山など、調査研究も進んでいる。 ただし、この登山文化は、明治5年の修験道拝指令で一般は途絶えることになった。日本において、宗教目的以外で記録される著名な登山といえば、安土桃山時代、1584年12月の笹、成政によるさらさら声である。しかも、これは、比較的多いな無積雪期ではなく、陶器の積雪期に観光されたという点でも、注目されている。 ルートは、立山温泉、ザラ峠から平野渡し張の木峠から籠川の経路が有力視されているが、確証はない。立山の一の越し五三やルート、別山、倉之助谷ルートを取ったという説もある。ザラ峠とは、安房峠のことを指す。笹成政は、安房峠を越える鎌倉街道を通って、越中と山、と藤海、浜松を往復したのだ、という説もある。 同様の軍事的な意味合いの登山としては、武田信玄の配下の武将、山形正影が、1559年に、飛騨を攻めるのに、上高地から、安房峠を越えて入った事例が知られている。1640年に、加賀藩によって設置され1870年まで、続いた、黒部奥山周り役は、半林保護のための見分登山を行い、北アルプスの手法のほとんどを登って回った。 文化13年、帯剣三郎の貝駒ヶ岳、文化、文政期、1819年の名里司法師と営業業者による乗倉岳、1828年の針高商人による槍ヶ岳など、解散が相次ぐ。また、縦山港や三岳港、駒ヶ岳港などの高住登山が盛んになる。完成期に、実写モーが解禁され、 東海道中膝栗毛が人気を博すなど、民衆の間に旅行人気が広まったことが背景として考えられ、参加する者の多くにとっては宗教的な意味合いよりも物見遊山としてのものだったと考えられる。江戸時代、文人画家、池田が医者、河村近城、医学者、立花の南京、画家、谷文晁などが山そのものを味わうために山に登ったことが知られている。 江戸幕末、北アルプス六にある入り四家村で年に、滝木五千軒、板子八万町を伐採し二二の股あたりまで入っていたなど、多くは記録に残っていないが、歴史を通じて、ソマ人や、狩猟や採光などの山仕事で、たくさんの人が山に入っていたと考えられる。富士山町の登山者江戸幕末以降、複数の欧米人が富士山に登った。 1860年7月、オールコックが大宮、村山口登山道から登り登頂している。1867年10月には、パークス夫人が、1868年7月に、佐藤が登っている。日本での近代登山の幕開け明治時代、1874年に、ガウランド、アトキンソン、佐藤の3人の外国人パーティが、ピッケルとナーゲルを用いた登山を、 日本で初めて六甲山で行った。ガウランドは1881年に槍ヶ岳と前、ホタカ岳に登山して日本アルプスを命名した人物で、佐藤は富士山に最初期に登った外国人としても知られる。日本アルプスには上記3名のほか、ウォルター・ウェストン、バジル・ホール・チェンバレン、フランシス、ミルンなど複数の欧米人が登った。15班まで重班される。 ベストセラーとなった、四賀重高の日本風景論が1894年10月に出版されるまでの時期を明治時代日本アルプスト山史の第一期とする見方がある。その見方では、それ以降参謀本部陸地測量部による1913年の地図観光までをその第二期とする。第二期には、カ松次郎、小暮里太郎、小島薄い、近藤茂吉、 西エグサ武田久義、田辺茂春、鳥山帝政、中村聖太郎らが北アルプスに登った。陸地測量部は、立木キ彦、柴崎義太郎などの測量館を派遣し、一等三角測量を完成し、地図を観光した。第2期を、小島薄いは、日本登山史上の探検時代と呼んでいる。明治期の日本アルプスの登山では、長野県の内の常次郎、 上条家文字、小林喜作、東山しなえもん、横沢類造、富山県の内長次郎、佐伯源次郎、佐伯平蔵、山梨県の大村明平、中村宗吉など、地元の漁師が案内をした、牧あ立つね愛川東山漁の初登山者。日本の近代登山の始まりを、どの時点に置くかは、人によって解釈が様々であるが、1874年に、 六甲山におけるガウランド、アトキンソン、佐藤の3人の外国人パーティーによるピッケルトナーゲルを用いた登山が日本の近代登山の最初とされることが多い。1889年にはウェストンによってテントザイル等が持ち込まれ、ウェストンの助言で小島薄いらが1905年に日本で最初の山岳会、山岳会を設立した。 この年を近代登山の始まりとする説もある。また今西近寺の言うように1918年の第一次世界大戦の終戦時をもって近代登山の幕開けとされることもある。明治時代、北アルプスの地元では学校登山が行われた。1883年に久保田藩夫と白馬岳に登った渡辺里氏は長野高等女学校校長時代、理科。 体育教育の目的で、1902年より、毎年、都学士山、白馬岳、富士山などへの登山を実施した。富山市販学校教諭の安田幸太郎は、1885年頃より、学生を連れて立山などに登った。河野霊蔵は1893年から、動植物採集の目的で、北アルプスの山々に登り、大町小学校校長の時、 学校で登山を奨励した。明治時代、測量や地理学的な目的での登山が行われた。1882年8月の内務省地質、測量庁、ナウマン博士の命令による横山又次郎一行の南アルプス横断、1885年全国、地質測量主任、ライマンの助手、坂本太郎の槍ヶ岳や櫛岳重奏。 1889年の商務省、地質調査所の大塚線一による張りの木だけ、立山大後立山重曹などである。陸地測量部によって、1907年までに日本アルプスの手法のほとんどに三角点が設置された。探検時代の後、明治末から大正にかけて日本アルプスへ登山する人たちが増え始め、 大正期に大衆化した1915年の上高地、大正池の出現や皇族の登山などが人々を山へ誘った。これを受けて、1907年に松沢貞一が白馬だけ山頂近くに京都府を築いて営業を開始したのに始まり、1916年に松沢貞一が白馬シリコ屋を、1918年にホカリミソがアルプス旅館を、 1921年に赤沼千尋が縁の小屋を桃瀬慎太郎が1925年に大沢小屋、1930年に張の木小屋の営業を開始するなど、山中で登山者が休憩、宿泊する山小屋の営業が始まった。また、1917年の桃瀬慎太郎による大町登山案内者組合結成を、はじめ、1918年の赤沼千尋の 有明登山案内者組合、1919年の松沢佐大津の四ツ谷登山案内者組合、1922年の奥原秀夫による島々口登山案内者組合、結成など、山案内人の利用料金及び利用者と案内人の間のルールの明示、統一が試みられた1921年の末期有常の愛川東山両党班をきっかけとして、大正末期に、 アルピニズムの時代に入った。先鋭的な東藩が実践され、岩と雪の時代、バリエーションの時代と呼ばれた。大学や高校の山岳部が、より困難なルートの制覇を目指して山を登った。1937年に始まる日中戦争、1938年に制定される国家総動員法などの時代情勢により、登山ブームは下火になる。 1945年の第二次世界大戦終了後、大学、高校の山岳部の活動が再開された。日本隊のマナスル初登頂の影響1950年代、ヒマラヤで、1950年のアンナプルナ、1953年のエベレスト、1956年のマナスルの初登頂など、8000メートルミネの初登場ラッシュが続き、 これを受け再び登山ブームが起きた。このブームの特徴は、大学や高校の山岳部に代わって、社会人山岳会の活動が活発になったことである。この時期、1955年有名なナイロンザイル事件が起きた。また、谷川岳では、多発する遭難事故を受けて、群馬県が1966年に、群馬県谷川学遭難防止条例を制定した。 1971年、海外で先鋭的な投販を行ってきた人たちが日本アルパインガイド協会を設立し、登山のガイドや山岳ガイドの要請、資格認定などを行い始めた。1960年代から1970年代、山岳部や山岳会が先鋭的な投販を続ける一方で、一般の人々がハイキングから重層登山、岩登りまで、 好みと能力に合わせて広く楽しむようになった。1966年3月26日、富山県が全国初の登山届出条例を制定12月1日実施。12月17日、群馬県は谷川学総難防止条例を制定1967年3月1日実施。 1980年代、山岳部や山岳会が衰退し始め、また、登山者に占める中高年者の割合が増え始めた。若い世代が山登りを 3K というイメージで捉えて、敬遠するようになり、育児が一段落した人たちが山登りを趣味とし始め、仕事をリタイアした世代が若い頃に登った山に戻り始めたことが理由であると考えられる。 これに健康志向と日本百名山ブームが輪をかけ、2010年現在に至っている。このブームでツアート山が盛んになった。このブームの時代、1990年、各地に設立された山岳ガイド団体が日本山岳ガイド連盟を設立し、ガイド資格の発給を行うようになった。2003年、日本アルパインガイド協会が 日本山岳ガイド連盟を合併して、日本山岳ガイド協会が発足、日本全国統一基準のガイド資格が生まれた。また2010年今日、また若者が登山に戻りつつある。2010年前後には、旧来の山岳雑誌とは異なったライト感覚の登山、アウトドア雑誌が多く創刊され、それと共に、山があるという言葉がマスコミに踊ったことにより、 従来の汗臭い、泥臭い男性中心で危険な登山というイメージからの脱皮が図られるようになった。また、登山ウェアや用具なども技術革新、新素材の登場によってよりファッショナブルで軽量なものが開発されるようになった。2020年頃からは登山ユーチューバーと呼ばれる人たちがインターネット上で参考動画を公開し始めたことも、 初心者の若者中心に登山需要を少なくなく、喚起しつつあると思われる。一方で、それらの多くが山岳部や山岳会などに所属しない、フリーな登山活動であったため、経験の蓄積のないままランクの高い山に不要意に入ってしまうという安全上の懸念も生んでいる。これを第四次登山ブームと呼ぶべきかについてはまだ諸説、ある。登山は競技ではないので、 技術の優劣をつけることは難しいとされる。また、同一の山やコースであっても自然条件が異なればその難易度は異なる。したがって、広い意味においての登山技術とは、十分な準備と訓練を踏まえて行動計画を立案することと自然と人間の力関係を判断していくことが基本であり、登攀、歩行、生活などの具体的な技術は二次的なものである。 目的の山を選び、期日を決め、パーティのリーダーを決める。さらに、予算、各自の任務分担、行動予定、食料、装備などについて協議する会合を持つことにより、すべての参加者が、目的の山についての知識を得て、コースも熟知しているようになれば、理想的である。登山者が2人以上の場合には、必ずリーダーが定められる。パーティが、大人数の場合は、 サブリーダーも置き、リーダーの補助をさせる。登山にはトレーニングも必要である。筋肉を強くすることよりも、耐久力をつけることと健康の堅持に重点を置く、トレーニングを平素から行うべきだとされる。体力、山の状況、荷物の重さなどに応じて、疲労を少なくするように歩くことが重要だとされる。一定の速度で足の裏全体を使って、 リズミカルに歩くことを提唱する説もある。一般的には歩き始めて最初の20分で一度休憩し身体、衣服、荷物を調整する。その後は40から50分ごとに10分程度の休憩をとることが普通である。地図上で位置を確認しながら歩く。パーティーでの歩行は体力的な弱者を標準とする。多数の人々の支援を受けて、 ベースキャンプから順に全身キャンプを設営しつつ、物資や人員を進めて行き、各キャンプの隊員の援助のもとに、少数の隊員が頂上に到達するという登山法。鉱山や登頂までのアプローチが長い山で用いられる。登山では1922年にイギリスのエベレスト遠征隊が初めて用いた。テントを担いで南アルプスを重走する登山者、山頂部、 遠形は、富士山登山というのは主に歩くのであり多くの用具や食料を携行することはできない。また、登山では危険に直面することもあるので、十分な安全対策を検討したものである必要もある。安全、剣道、軽量、扱いやすさは、登山用具の必要条件である。体温調節のために防寒具や雨がっなどを含む衣類を組み合わせて、体感温度や、 運動強度に適した服装にすることを、レイヤリング、または、レイヤードという。登山ではできるだけ汗をかかず、なおかつ寒さを感じない程度の快適な服装が求められる。肌寒い季節を例にとると、行動中は、体が温まっているために、薄手のフリースのみでも寒さを感じないこともあるが、休憩中は、体が冷えるために、他の防寒着を着込む必要がある。 そのまま再び行動をすると汗をかき、沿って体が冷えてしまうために、防寒着を脱いでから行動を始めなければならない。このように運動強度や気温、標高、天候の変化に合わせたレイヤリングを行う必要がある。着替えを持ち運ぶ必要があるため、特に脱ぎ着の機会が多い中寒着では軽量かつ、かさばらないものが好まれる。フードがついた上着は、 目出し帽の代わりとなるため、防寒性能が高いとして好まれる。また、ファスナー付きの服は、ファスナーを解放することで換気を行うことができるため、行動中の体温調節に便利である。ウルトラライトハイキングとも、90年代後半にアメリカのレイジャーラインによって提唱された、極限まで荷物を軽くすれば、遠くへ行けるという考え方である。 UL はクッカーを軽量なチタン製に変えるなど、従来から行われてきた簡単な手段の積み重ねでも実践できる。さらに、UL を追求するものは、テントを軽量なセルトに変えるなど快適性などを多少、犠牲にしても軽量化を図ることがある。近年では、トレイルランニング向けに企画された軽量な装備を流用することもある。 他にも売店があるような山では、水分を売店で買う計画を立てて登山口から持ち込む重量を減らすという手段を取る者も,もいる。前述のレイヤリングを例に挙げると、ミドルレイヤーの役割である保温とアウターの役割で、ある暴風雨を中厚手のソフトシェル一着で賄うケースが想定できる。この場合は対応できる温度帯が狭くなるため、急に天候や、 運動強度が変化した場合に対応することが難しくなる。このように沿って体力を消耗することがあり得るので、ある程度の経験を積んでから UL を検討することが望ましい。説明版と休憩場が設置された山頂部レクリエーションとしての登山の魅力は、ゆっくりと傾斜を歩くことによる有酸素運動や新陳代謝の活性化、あるいは景観や、 自然の風景そのものを楽しむことにある。他にも森林浴を楽しんだり、共に登山をする人との交流や、冬山を登る際には、スキー滑走を目的としたりする場合もある。その目的は人により千差万別であり、それぞれの目的にあった登山の方法がある。また日本は山の国であって散歩の延長で登れるような手頃な山から、 当派に3から4日かかるものまで様々な山を歩くことができる。また同じ山でも簡単なルートや難所の多いルートなどがあり、各々の力量や体力に合わせ登山を楽しめる場所が多い。日本においては、以前は登山というと、ワンダーフォーゲルや山岳部のイメージが強く、厳しく辛く、特殊な世界と見られがちであった。しかし近年、登山靴や登山用具の発達、 軽量化によって、中高年世代においても一種の登山ブームといえる現象が起きた。高齢者でも、気軽に登山やトレッキングができるように整備がなされ、体力に合った登山ルートで無理なく、景色や運動を楽しむことができるようになってきている。標高が高くても、中腹の高所まで、鉄道やロープウェイ、路線、貸切バスで登れる山もある。また高山や地形、 気候が厳しい山への挑戦と対照的に高さ数メートルのものを含めた低山巡りも趣味として広まりつつある。一方で登山人口における高齢者の割合が高くなるにつれ遭難、事故件数も増えつつある。また、速度を競い走る速さで登山をするトレイルランニング練習者と一般登山者の衝突事故、競技用自転車との交通事故も起きている。国体には 山岳競技があり、重層競技とクライミング競技の2種目で構成される。重層競技は、規定の重量を背負い、決められたコースを歩き切る時間を競う。クライミング競技は、人工壁をフリークライミングのスタイルで登り、到達高度を競う。高校総体も、競技形式の登山を実施している。他にも岩を登る行為を競技として行う、フリークライミング。 山道を走ってその順位を争うトレイルランニングやスカイランニング等の競技がある。いずれも山や岩場で行う競技であるため安全や体調管理に十分に注意する必要がある。ヨーロッパで盛んな山スキーも雪山を登ることから登山競技の一種である。風景画や山岳写真、詩、歌や小説の題材とすることも登山の目的の一つとして挙げられる。 山が多く四季の表情に恵まれた日本では、山岳の美しさ、険しさ、優しさなどを心情表現として、古来からアートの対象になってきた。最近はデジタルカメラの小型軽量化、高性能化に伴い、山岳地での写真撮影も容易なものとなっている。主言道の場として、立山、御岳山、貝駒ヶ岳など全国各地の霊山で登山が行われてきた。 江戸時代に始まった富士港も山岳信仰の一つとして挙げられる。もともと伝統的に山で自然資源を得るための登山が存在した。例えば、東北地方に存在するマタギと呼ばれる資料集団が行っていたことである。今ではかなり人数が減少したが、マタギを行っている人はいる。また、地元住民らが、 山菜やキノコを取って販売するために入山することも仕事としての登山である。山菜、キノコ取りは資源枯渇や自然環境に影響を与えるほどの量を取ることはせず、狩猟をする場合も乱獲は避けるのが望ましいとされる。山麓から山頂まで荷物を人力で運ぶために登山する職業を牧かあるいは協力といい、現在でもそれを行う人がいる。 ヒマラヤ地方のシェルパという部族には山で荷物運びを行ったり登山ガイドの仕事をして収入を得ている者が多数いる。また登山ガイドや登山家などもいる。登山ガイドは登山の初心者やその山に不慣れな登山者のガイドを請け負い山を案内して収入を得る。そのためその山に対する深い知識と不慣れな登山者を安全に案内するための経験や 技能が必要となる。登山が盛んな国では登山ガイドの資格認定を行っている組織がある。日本では現在は公益社団法人日本山岳ガイド協会がガイドの資格認定を行っている。その資格には世界中の山を案内できる国際山岳ガイドや里山を案内する自然ガイドなど様々な資格がある。また、長野県においては独自のガイド資格として 新州登山案内人の資格を策定している。また、あまり数は多くないが、著名な登山家の一部は、8000メートル級の山を単独で登ったり無酸素投攀したりといった難しいアタックをする際、大企業やテレビ局とスポンサー契約を結び、それによって、登山に必要な莫大な費用の一部もしくは大半を確保することがある。 幸運にもアタックが成功した場合は、企業の広告塔として CM に出演したりすることなどによって、うまくすれば利益を得ることもある。だがアタックに失敗すると命を落としてしまったり、何とか生還した場合でも、負傷してしまったり、スポンサー契約を失い苦境に陥ることもある。こういった登山家や山岳ガイドの中でも、特に名前を知られている者は講演活動をしたり、 著書を出版して、生活費の足しにしたり、さらなる挑戦のための費用の一部を得る人もいる。登山は、軍事協連に利用される場合もある。1902年には、青森県の八甲田山で、八甲田雪中行軍遭難事件が発生した。こうした訓練を重ね、高知や急峻な地形での戦闘を得意とする、山岳戦部隊を保有する国もある。警察庁は、 1961年から毎年日本国内の山岳遭難者数を取りまとめており、その統計資料によれば年齢別の遭難者数の割合は多い順からとなっていて、時代によって登山をする世代が異なっていることを示していると考えられる。1990年前後からは中高年登山ブームが起こっていて2008年に発生した。 山岳遭難者数1933人のうち40歳以上の中高年者の数は1567人死者、行方不明者は281人中256人と過去最高を記録2009年に発生した山岳遭難者数は2085人死者、行方不明者は317人とどちらも過去最高を更新。 遭難者のうち55歳以上が6割を占め、取り分け死者、行方不明者は9割を40歳以上が占めている。2008年の数字では、遭難事故死者数は全体で253人、そのうち中高年者が234人となっていて、これらの数字からは、中高年者はアクシデントが起きた時に死に至る、割合が高いということが読み取れる。 朝日新聞による2010年の調べでは、2005年から2009年の7、8月の富士山への登山中に救護された人のうち、体調急変により心肺停止になった人が14人、おり、うち11人が45から69歳である。病気、怪我行動のある山は、見た目でわかる以上に平地と環境が違うので、普段の生活では自覚されないで隠れている持病が、 悪化することが考えられるという。2009年夏、富士登山で、高山病と診断された人が537人いるという。落石登山中に上から崩れ落ちてきた石あるいは、眼界が体に当たって死傷する事故が発生することがある。落石の発生原因は、自然発生的なものもあれば、人が誤って脆い地盤を踏んで発生させてしまうものもある。 噴火2014年9月27日に、御嶽山が噴火して登山者に多数の死傷者を出した。この御嶽山での噴火を受けて、各地で対応策の検討が行われている。山梨県の横内正明知事は、御嶽山での噴火を受けて、富士山でも水蒸気爆発等の突発的な事態に備え、登山者にマスクやヘルメットの持参を呼びかける必要があるとの、 考えを示した。2014年の御竹山噴火を受け、2015年7月に活動火山対策特別措置法が改正されて、新たに登山者は火山の噴火等が起こった際に、円滑、迅速に避難できるよう、必要な手段を講じるように努めなければならない。という規定が定められた。また、火山周辺の一部の施設については、 避難確保計画の作成等が義務付けられることとなった。難易度の等級付け、ヨーロッパアルプス及びロシアでは山のコースごとに難易度を決める試みがなされており、登山者の経験にも等級が付けられつつある。日本でも山やルートごとに難易度を示すグレーディングが全国に広がっている。2014年に長野県が公表し、2017年夏時点では7。 県の600以上のコースについて、グレーディングが公表されている。近年、登山人口が増加したことによる自然に対するダメージが目立ってきている。例としては、ゴミやタバコを持ち帰らずポイ捨てする、むやみに木や枝を折る、遊歩道を歩かず、貴重な植物を踏んでしまうなどがある。これらは本来、登山者にとって守るべきマナーであるが、登山を始めたばかりの登山者の中にはそれを知らず。 結果的に自然や景観に影響を与えてしまうことがままある。以下に具体的な例を挙げる。丹沢山地、大倉尾根の大きくえぐられた登山道。前方は登山道が2本に分かれ、中央が島のようになっている。登山愛好者の団体を山岳会と称する。山岳会には山、または歩くことにちなんだ名前が付けられることが多い。学校、または 職場単位で結成される山岳会は部活動として特に山岳部や登山部、ワンダーフォーゲル部などと称する。1857年には世界最初の山岳会である英国山岳会が設立され、1905年には日本最初の山岳会である日本山岳会が設立された。それ以降も日本国内で様々な山岳会が結成され、 全日本山岳連盟と勤労者山岳会のような統括団体が生まれた。山岳会は主に団体での参考や会員同士による登山技術の研修指導を行っている。会員によっては登山道もしくは山小屋の維持修繕、救助活動の支援、非会員への講演、研修、森林の保護、鉱山へ挑戦する会員の支援などを行っている。また、 登山用品メーカーに対しては消費者団体としての側面も持つ。1965年にイタリア、フランス、オーストリア、スイスの山岳ガイド協会の会議が行われ、国際山岳ガイド連盟が設立された。日本の山岳ガイドは、古くは、協力が行っていた。1934年頃の富士山、表口協力案内組合には100名を超える。 協力が加盟していた。1990年に日本山岳ガイド連盟が設立され、翌1991年に国際山岳ガイド連盟に加入した。2003年に日本山岳ガイド連盟と日本アルパインガイド協会は合併し、日本山岳ガイド協会に改組した。フランス、スイス、オーストリア、ロシア、インドなどに登山学校があり、 指導者要請と研修が行われている。日本では、立山に国立登山研修所があるほか、神奈川県、長野県、兵庫県に県立の登山学校がある。山岳事故を防止、救難するための情報提供を行ったり、警察、消防などの公的機関に協力して救助活動を行う団体である。山岳遭難防止対策協会、 山岳遭難防止対策協議会など地域によって名称に若干の差異があるが活動内容はほぼ同一である。1964年以降国立登山研修所とスポーツ庁等が全国山岳遭難対策協議会を毎年開催している。また、1992年に東京都山岳連盟の提唱により日本山岳レスキュー協議会が設立され、 遭難救助に関する情報交換を行っている。山を対象にしたが、写真などの作家団体が存在する。山全般を対象にする団体や、富士山など特定の山や地域を対象にする団体がある。登山用品は多岐にわたるため、登山用品に限っても多くの総合、専門メーカーが存在する。詳細は登山用品、メーカーブランド一覧を参照。また、 登山専門を歌わないアウトドア用品メーカーや総合スポーツ用品メーカー、一般の衣類メーカーなどでも登山に使用できる用品を作成、販売している。総合スポーツ用品店を含む登山用品販売店では登山学校と称して登山知識や技術の講習会を実施していることがある。この他に登山に関連するビジネスとしては登山客の輸送、 宿泊を担う交通、旅行会社や旅館、ホテル、山小屋などの観光産業、山コのようなインターネットでの登山情報の提供、登山地図や雑誌の出版社などがある。北海道の山に登り、三春かす大地を望む、画像はメアカンだけからの風景。日本の山小屋、画像は中央アルプス、宇つ木コマボンヒュッテ。季語としての登山は、夏の季語である。分類は、 行事、人事。季語の世界では、登山は、山に登ること全般を指す。登山を、親季語とする子季語は、以下の通り、かなり多い。山登り、登山宿、登山小屋、山小屋、登山口、登山杖、登山傘、登山棒、登山場、登山電車、登山地図、ザイル、寝袋。関連季語として、再時期に記載されていないものの、関連性のある季語としては、 夏の山とその古記語をはじめ、ケルン、石石、冬登山をあげることができる。登山靴をあげる場合もある。いわゆる山岳小説と呼ばれるジャンルである。ありがとうございます。